はいどうもゆきです。今回はパワーポケ11のみんな大嫌いな魔人イベントを見ていきたいと思います。魔人はね、電話で、まあ、話せるというか電話するふりで話せるんですよね。さて魔人と遊んでやるか。出てきました。はいはい、呼ばれて出てきたで魔人。とりあえずなんかやってほしいことはあるのか。ご主人様、そんな態度では仲良くなんてなれないで魔人よ。仲良くなりたくねえんだよ。そうか、それじゃあ何をして遊ぼうか。なれなれしいで魔人、めんどくせえな。どうしろっつんだよ。とりあえずババ抜きでもやるでマジン。え、二人でやんの？そして。さあ、次はご主人様の番でマジン。じゃあこれ。あ、ババだ。ダメでマジン。え？ババ抜きは内心の動揺を隠そうとして隠しきれないところが面白いのでマジン。ご主人様は分かってないでマジン。そうなのか？まあ、最初はこんなもんで許しておいてやるでマジン。なんでこいつ偉そうなの？めんどくせえな、あいつ。さて、マジンと遊んでやるか。はいはい、呼ばれて出てきたで、魔人。じゃあ今日は何をする？じゃあ今日はあんたの個人的な情報を話すので、魔人。何、個人情報？そんなものに興味があるのか？もちろんで、魔人。恋の話とか失敗談はポイント高いで、魔人よ。なんだか恥ずかしいな。大丈夫、あんたの知り合いの人間には絶対話さないで、魔人から。まあ、それはよかったよ。そうか？そして。なんかあんたの人生野球のことばっかで、魔人ね。そりゃそうだよ。そうでもなきゃプロになんかなれないよ。そうなので、魔人？いや、多分忘れているだけで、魔人。じゃあ次は魔人が面白く思うような事件を思い出しておくので魔人。ちょっとこれ意味深だよね。何か忘れてる情報があるんですかね。さて魔人と遊んでやるか。はい、こんにちはと。はいはい、呼ばれて出てきたね魔人。テレビゲームがしたいで魔人。ほう、買ってほしいで魔人。まあそのくらいならいいけど、さすがプロ野球選手、金持ってんな。専用のテレビも欲しいで魔人。あとコントローラーも、ソフトはこれとこれと。おいおい、そしてご主人様一緒にプレイするで魔人。こうしてみると単なる同居人って感じだな。もう悪い感じはないっすね。さて魔人と遊んでやるか。はいはいと。じゃあ今日は何をする？今日は魔人に野球のことを教えてくれで魔人。そんなもの覚えてどうするんだ。ご主人様のやってることをよく知りたいで魔人。しょうがないな。じゃあ今日はルールからだ。そしてもう十分で魔人。まだまだこれからだぞ。ルールの話は難しくて分かりにくいで魔人。次からはプレイについて教えてほしいで魔人。しょうがないな。でもお前と野球はできないし。よし、次回は何か考えておくよ。よろしく頼むで魔人。仲いい感じだな。さてと、じゃあまた魔人と。今日は？じゃあ今日はあんたの個人的な情報を話すので魔人。あ、これ2回目ですね。いろいろ語りました。また野球の話ばっかりで魔人ね。そうかな。まあご主人様はそういう人ということで魔人ね。あは、申し訳ないな。はい、また魔人と。今日はゲームで対戦で魔人。ほう、よし負けないぞ。そして、ご主人様超弱いで魔人。くそ、もう一回だ。大人げないで魔人、ハマってるやお前。はい、また魔人と。今日はラーメン食べたいで魔人。ラーメンじゃなくて。ああ、そうなのか。確か近所にラーメン屋があるから食べに行こうか。食えんのお前。店の中で私がラーメン食べたら大騒ぎになるで魔人。確かに。ああ、なるほど。他の人の目からはラーメンが空中に消えていくように見えるのかな。ホラーだな。出前を取るので魔人。店はここが美味しそうで魔人。え、この店？そして毎度珍民券です、今田さんや。ああ、どうも。まったく敵チームのくせに俺を呼びつけるなんていい度胸してんね、あんた。お前も仕事なんだからいいだろう。いやー、まあ、ははは。じゃあ、器は出しといてよ。はい、わかりました。うまい！ラーメン最高で魔人！喜んでるみたいだな。すげえ魔人の好感度上がってきたな。はい、じゃあまた魔人と。肩が凝ったで魔人。は？揉んでくれると嬉しいで魔人。あー、魔人でも肩が凝るんだな。もうちょっと右を頼むで魔人。ひょっとして不器用で魔人？なんだか惨めな気持ち。これムカつくな。はい、もう慣れてきましたよ。あ、ちょっと、セリフが変わってる。はいはい、呼ばれて出てきたで、魔人。なんかちょっと喜んでね。じゃあ今日は何をする？今日は魔人に野球のことを教えてくれで、魔人。この間の続きね。なるほど、今日は面白かったで、魔人。いつもこうだと助かるんだがな。素直になってきた。はい、また魔人呼んで、何か面白い話でも魔人にするので、魔人。そんなこと急に言われても間違いない。とりあえず何か喋れで、魔人。じゃあ、魔人に面白い話をしてみた。魔人を終わらせた。おお、このハードルを超えていく。さて今日は、パンが食べたいでマジン。ほう、ああ、買ってきてやるよ。大手メーカーのはダメでマジン。有名パン屋にするでマジン。めんどくさ。これが地図でマジン。あ、わかったよ。俺パシリか？そして、美味しいでマジン。なんか普通に仲良しやん。今日は、たまには外へ出かけるでマジン。え？大丈夫かな？私はご主人様以外には見えていないことに注意するでマジン。あ、わかったよ。そして、知り合いに会いませんように。あ、ゆうきくんでやんす。うわ、いきなり会った。ん？オイラと会うと何かまずいことでもあるんでやんすか？それは怒るわ。いやー別に。この人荷物が大きいでマジンね。お、なんだかすごいものを買ってるでマジン。え、すごいものって？グダ君何を買ったんだ？なんのことでやんす？オイラはごくごく一般人の買う健全なものしか買ってないでやんす。怪しいな。とりあえず先に帰るでやんす。
おい、最近はなかなか刺激的なものが売ってるんでマジンね。で、一体どんなものだったんだ？個人情報だから秘密でマジン。おいおい、クソ気になるな。何買ったんだ？エロいものか？さあ今日はまたパンが食べたいでマジン。まだかよ。ああ、わかったわかった。そして、美味しいでマジン。そして3年目ですね。はっはっはーって電話しなくてもさっきから部屋の中で騒いでるよっていうか余計なのがいましたね。ん？ああ、これはじめまして。なんだお前は、悪魔みたいな外見をして。そりゃ悪魔ですから。え、本物の悪魔？ああ、私の知り合いでマジン？ああ、そうなのか。魔人の知り合いの悪魔さんね。もう勝手にしてくれ。ちなみに私はドイツ出身の魂と引き換えに3つの願いを叶える妖怪です。悪魔が妖怪って、お前も呪いをかけたりするのか？いえ、私は魔人くんとはやり方が違いますから。私は願い事を曲解して本人が不幸になるように叶えてあげるんですよ。これ読んで出てきましたね。こんな奴らばっかがよ。ああ、その表情わかりますよ、気持ちは。でもね、本当にひどいのは人間の方なんですよ。え？それじゃあお邪魔しました。ああ、また来るで魔人。おい、気になることだけ言ってさっさと帰るなよ。そりゃ彼はあくまで魔人？間違いない。そして3年目の2発目。ははん、それは最高で魔人。うわ、また悪魔が来てる。おや、私が来てはいけませんか？ああ、ご主人様のことは気にしなくていいで魔人。家主、気にしてくれよ。そういえば悪魔のお前はこの前、願い事を曲解するとか言ってたな。そうですよ。まあ、いろんなやり方がありますけどね。お金をいっぱいくれと言われたら外国の小銭を積み上げるとか、テストで一番になりたいならテストの日に教室に一番最初に入れてやるとか。ほらほら、さっきの話をご主人様にするでマジン。ああ、この前の契約者なんですがね。彼、3つの願いについて随分勉強していて自信満々だったんですよ。そんな奴もいんのか。世の中は広いもんだな。それで、魂と引き換えに3つの願い事を叶える契約を結んだ後、私は姿を消しました。え？それで、あとは姿を消したまま契約者を見張っておいて、契約者が思わず口にした本気ではない願い事ばかりを3つ叶えてあげました。わ、ひどいな。ちなみに彼の最後の願いはどうでも好きにしてくれでしたので、早速彼の全財産を恵まれない人たちに寄付してあげましたよ。いや、いいことをすると気持ちがいいでマジンね。まったくです。その人はもう終了だけどな、人生。この悪魔どもめ、間違いない。さて、3回目。魔人が出てこないな。あれ？悪魔じゃないか。魔人くんなら留守ですよ。今日は用事があるとかで。じゃあなんでお前いんだよ。じゃあどうしてお前はいるんだ？あなたにお話がありましたね。ほう、俺に？この先、おそらくあなたは魔人くんについて重要な選択をすることになります。その時、決して彼に仏心を出してはいけません。え？お前魔人の友達なんじゃないのか？彼はね、まずいんですよ。お前とそんなに違いがあるようには思えないけどな。やっぱり気がついておられない。あなたの願い事はね、他人に迷惑をかけない願いです。でもね、最近はそんなまともな人間ばかりじゃないんですよ。例えばこんな奴がいるんです。あいつにいなくなってほしい。あんな連中はこの国から出ていけ。そんな奴らに魔人くんの呪いがかかったらどうなります？え？おう！魔人くんの呪いはね、望んではいても実行する気のなかったことを後押ししてしまうんですよ。自分の命が危ないからって言い訳ができますからね。自分の命が危ないからあいつをやるとかそういう話ですね。まさかよくニュースでやってるおとなしい人間が突然とんでもない事件を起こすのは？ええ。いくつかは魔人くんのせいです。なんてことだ。そんな恐ろしい奴だったなんて。恐ろしい？そもそも人間が願ったことなのに。まあ確かに。え？昔はね、人間たちは私たちにささやかな願いしかしなかったんですよ。好きな人に会いたいとか、お腹いっぱい食べたいとか、川に橋を架けてくれとかね。だから私たちも少しぐらいは意地悪はしても最後には願い事をちゃんと叶えてあげたんですよ。それがどうです？アメリカの大統領にしろだの、給料1億円だの、ハーレムだの、パポケの主人公言いそう。願い事の数を増やせだの、メガネよく言ってたな。バカバカしくて真面目に叶えてやる気も起きませんよ。いや、でも何でも叶えてくれるって言われたらささやかな願いなんてなかなかできないよ。私に言わせればね、妖怪が怖いものになってしまったのは人間が欲深くてずる賢くなったからなんですよ。じゃあね人間、私はあんたらが不幸になればいいと心から思ってますよ。人間も調子に乗りすぎたのかもしれませんね。そして7月1週目以降にアウトレットモールに来ると封印の壺が置いてあります。ん？なんだこりゃ。説明が書いてあるぞ。魔人を封印するための壺です。ピンポイントすぎん？魔人を封印する壺？どうしてこんなものが普通に売ってるんだ。インチキアイテムかもしれないけど万が一のために買っておくか。でも使うのはいよいよ危ないって時だけにしよう。もし効果がなかったら間違いなくひどい目に遭うからな。まあ消されるでしょうね。そして最後の魔人との戦いですね。あれから何のニュースもないけど社長はどうなったんだろう。来ました。現れたな、真面目。
あんた三つの願い事を全部実現しちゃったでマジンね。ああ、そうだな。ふぅ、じゃあこの勝負はあんたの勝ちでマジンね。で、お前はこれからどうするんだ？負け犬は速やかに去り、新しいご主人様を探す旅に出るマジン。そんなことは、許さないぞ。いきなり強気でマジンね。どういうつもりでマジン？お前別の場所で別の人間に取り付くつもりだろ。そんなことはさせないぞ。ほうほう、じゃあどうするでマジン？くらえ、封印の壺！お、なんでそんなものを持ってるんでマジン？ラストバトルになります。ぐるぐるドーン、憎いあいつを封印だ。ぶっちゃけこれ苦手です。苦手ですがやっていきたいと思います。さあ、いけるかな？いけるかな？とりあえずぶっ飛ばーす！だー！ぶね、ナイス回避。ここで、お前上下に動くの、上下に動くの、やめろやめろ。よしよしよし、いいよいいよ。で、ここで起きるタイミングでぶち込んでいくのが一番だ。ちょっとなんで横に言った？なんでそんな、ためられへん、ためられ、オッケー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 、あー、足んなかった。ちょっと待て、オッケー、ナイスー。からのここで、パワーを、魔人を、封印パワーをためながら、早く溜まってくれ。俺だー！あ、やばい、ずれた。いや、いける、オッケー、ナイス、勝ちこれ苦手なんだよ、マジでさ。やったぞ、封印成功だ。助けてくれて、マジン。もう悪いことはしないで、マジン。どうしようかな。出してやるか。ちなみにこれ、好感度とかね、悪魔とのイベント進んでないと、出したらゲームオーバーになります。もう3つの願いで誰かを騙したりしないな。しないで、マジン。よし。ひどい目にあったで、マジン。危うく悪魔の罠にはまるところだった。お前はちゃんと無理な願い事はやめるように言ってたもんな。そこは親切でしたからね。どういうことでマジン？お前の留守中に悪魔が来て封印しろっつったんだよ。でもあいつが人間のために何かをするはずがない。お前は封印されてどこか別の人間のところへ行き、封印を開けたやつに取り付くんだろ。じゃあ封印しない方が安全だ。待てよ、さてはこの壺も悪魔の差し金か。なるほどね。だからなんか頭に響いてくる声みたいな感じでアウトレットモールって言ったんですね。あれ悪魔だったんですね。ああ、そういうことでマジンか。さては前にゲームでボコボコにしたのを根に持ってたでマジンね。早速懲らしめてやるでマジン。じゃあさよならでマジン。あ、おい待てよ。悪魔が言ってたけど、お前も昔はみんなの願いを叶える存在だったのか。俺たち人間がめちゃくちゃな願い事を押し付けるようになって変わってしまったのか。それはちょっと違うでマジン。昔の人間はめちゃくちゃなことを願う人間は少なかったから、呪いをかける必要があまりなかっただけでマジン。まあそれでも神様にしてくれとかいうやつはいたでマジンよ。それでも、やっぱりごめんな。人間を代表して謝るよ。あんた、お人よしすぎるでマジンよ。まったくとんな奴に取り付いてしまったでマジン。それと、さっきの話でマジンが、確かに三つの願いという形はもうマンネリになってきたでマジン。しばらく新しいアイディアが出るまで、この方法はやめるでマジン。しばらくって？まあ、200年ぐらいは。さて、いろいろ世話になったでマジン。あんた根性があるから、きっといい選手になるでマジンよ。あ、おい！消えちゃったよ。でもまあ、これで200年は悪さをすることもないだろう。あいつがいなくなるとちょっと寂しくなるけどな。3年間一緒にいたからな。そして最後のアルバム。納得いきませんね。私らはこういう存在で、あの男はただの人間なんですよ。いくらでもはめることはできるでしょうに。久しぶりに気分がいいからこれでいいのでマジン。君も仕事をしばらく休んで骨休めをするといいでマジン。はいはい、わかりましたよ。私もバカな人間を騙すのに飽きてきたところです。じゃあ、魔人のふるさとに行ってみるで、魔人。私、暑いところは苦手なんですけどね。まあ、行ってみますか。こうして、この後二人は旅に出るんですね。で、最後に、プロフィール。魔人の名前はジンさんですね。ランプを起こせると出てきて、三つの願い事を叶えてやると騙して人間を苦しめる悪い妖怪。お前、妖怪なんかい、マジで。もともとは願い事を叶えてくれる人間に非常に都合のいい存在だったのだが、その人間たちの影響により、すっかりひねくれてしまっている。彼がね、主人公との出会いによってそのひねたところがちょっと変わってくれるといいんですけどね。魔人も魔人で実はいろんなことがあったよっていうお話でした。ここまで結構ね、魔人のイベント進めるの大変なんで、初見の方もいるんじゃないでしょうか。こんな風にレアイベントとかもいろいろと投稿していきますので、気になる方はぜひチャンネル登録、高評価お願いします。バイバイ。